1598年、秀吉もここの桜を見ました。今年も京都に春が来ます。 JR 東海。福武書店からベネッセコーポレーションへ。ベネッセ。ベネッセコーポレーションは一人一人がよりよく生きることを応援しています。ベネッセ。チーズ。チーズ。はい、チーズ。ロッピーチーズは雪印。チーズ。ちょっと見せて。ちょっと遅い。あ、ちょっと見せて。ちょっと遅い。あ、ちょっと見せて。買いたい時には閉まってる。あ、ちょっと見せて。カタログショッピングの日鮮。お、新しいピラフ。え、これいい。僕なんにもなった。幸せじゃん。丸ごと新しいホットワンエビピラフだ。冷凍食品は味の素。ん、ダブルミン。ドリブルドリブル。すげー。鈴木くん、岸谷さん。世界初スーパーブライトロン管採用、ワイドバズーカダブルウィンドウ。ルマガトンアタナショナンルパフ。ダイエー、この回先ほどタイムリーヒットを放った国防からの打席です。今空振りの三振に倒れてワンアウト。各ここまで8人連続ボンダに切って取っています。去年まで私たちの放送席で一緒に仕事をしていた東尾新監督、まあ、この放送席、今日はですね、その東尾新監督のベンチがよく見えるようにということで、このわざとですね、三塁側にこう設けまして、肉眼でも東尾新監督がよく見えるようにという、この位置で放送を行っております。初回こそ7点は取られましたが、この後の東尾新監督の采配ぶりをこちらで熱く見ていこうという形になっております。先ほどはツーランホームラン。松沼さんからご覧になって角は変わってきましたか？そうですね、落ち着いてはいるんですけど、はい、まだまだ右バッターに対してインサイドの球ってのはほとんど使ってないんですよね。ですから、はい、決め球のスライダーをね、踏み込まれて打たれてるっていう形になってますけど、これで内野ゴロが増えると各の、ペースになると思います。インサイドに攻めればという先ほど大下さんの話もありましたが、シュートを含めてのこのインサイドへの攻め。スライダーが決まりました。開幕戦でホームランを打てるバッターがラストバッターにいるわけです。これが先ほどのホームラン。9人まで来ました。さあ藤本の打球、レフトスタンドへ。切れなければ入る。切れなければ入る。入った。ホームラン。レフトスタンドへのホームラン。フルカウントです。
局インコースが外れました。シュート外れてインコースが外れましてフォアボールです。これで打順がトップ、早くも3回目の打席の松永を迎えます。回の猛攻はこの人の先頭打者ヒットから始まりました。ダイエーの場合でもね、第3回とね抑えられてますから、やっぱり中落ちしたいところですよね。そうですね、はい、初回こそ7点を取りましたが2回3回と三者凡退です。こういう時の三塁側ダイエーのベンチの監督の気持ちというのは、まだ4点リードはもちろんあるんですけれど、いや逆に、ね、嫌な感じがすると思うんですよね。だからここでやっぱり1点でも取るとね、はい、よしという形なんですけどね、初回の7点というのはね、意外と3点取られましたからね、はい、だから最初の7点取ったあとは3対0で負けてるような気持ちになる時あるんですよ。あ、ね、初回には新外国人のミッチェルの満塁ホームラン。逆にライオンズからしますとね、はい、もう追加点は絶対やれない、ね、そうですね、全くそれの表表裏一体ということ で、そうなんですよ、ね、1点取られると本当にまた流れが変わりますからね、はい、もう5点差と4点差じゃもう全然違いますからね。三遊間ショートが回り込んでゲッツーコースです。いやしかし足が速い松永、一つ取ってツーアウト。初回の猛攻はこの人のライト線へのツーベースヒットでチャンスが膨らんでいった形になります。浜名大下さん、浜名、国母といった若い選手が二遊間のポジションを取りましたね。まあこれからまだまだいろんなことが出てくると思いますけどもね、はい、やはり優勝するためには二遊間がきちっと固定しなきゃいけないという思いますね、はい、そういった面で今シーズンどれだけ王監督が辛抱できるかでしょうね、この若い二遊間にね、はい、ランナーがスタート、タッチはアウトです。藤本が走りました。さあ次の回は清原からの打席です。週末はモービル鉄板店。モービルだよモービルだよ、ニュー F1 入れて映画がもらおう。俺も欲しい。いつもいいことモービルから。なめらかなめらか、ボールサイは80円、カラフルカラフル、ボールサイは80円、なめらかでカラフル、80円。ワコールがストッキングを変えた。丸々しめしめ楽ちょいしめしめしめ楽しめ楽楽、もう一度丸々しめしめ楽ちょいしめしめしめ楽しめ楽、楽するとこ楽する、テンポイントに編み分けたメリハリサポート、心地いい。ワコール、高代さん、おナス取ってくださる。高代さん、あ、ナス高代さん、あ、落ちちゃった。みんな始めてる、行くぜ100万台プレイステーション。小僧寿司チェーン、美味しい花を咲かせましょう。握りや手巻きパーティー寿司、寿司花館で咲かせましょう。美味しさいろいろ咲きました。お花見はみんなで楽しく、寿司花館小僧寿司チェーン。育毛の鍵を握っているのは
毛乳糖なんです。毛髪活性、髪を成長させる毛乳糖を刺激して育毛を促進。毛髪活性の薬用育毛エッセンス誕生。いいんじゃない。月の初めはサティ花丸一。牛カルビ198円、バチマグロ198円、全自動洗濯機35,000円。みんな花丸開催中。サティ。ついに究極のジレットセンサーエクセル、新発想マイクロフィンガー、ヒゲを立たせスムーズで、かつてない心地よい深剃り、ジレットセンサーエクセル。清原、工藤の初球を打ってライトフライでした。初球を打った清原なんですが、伸びがありませんでした。ライトのライマーが掴んでワンアウトです。そして先ほど工藤からヒットを打ったデストラーデ、ライオンズの初ヒットがこの人のバットでした。秋山の守備範囲、清原、そしてデストラーデと早いカウントで打っていきます。このゲーム展開になると、はい、どちらかに点が1点入った方が非常に有利になるわけです、はい、そういった点でこの回、クリーンアップ4-5-6ですからね、はい、その4-5で2球で2アウトですからね、はい、投げてる工藤には非常にこの楽なピッチングを指してますよね。相手の工藤を助けてしまいましたね、はい、まあ、助けてるよりも、はい、このホームランバッターですから、はい、最初から打っていっていいんですけども、確かに初球で2球でアウトを2つ取りました。そして田辺にもトゥーナスイング。田辺はいい当たりです。レフト前ヒット、今の田辺のヒットっていうのは、たとえこの回点が入らなくても、はい、ツーナッシュまで待たないと仕方がないケースでしたから、よく今のは粘りましたね、はい、確かにポンポンと2球でアウトを取って田辺も早打ちでアウトになってしまいますと、まあ、角も休む暇もありませんし、そして工藤も乗ってしまいます。ツーナッシュまで待った後のヒット、そして東尾監督が期待しているバッターの一人、鈴木健、センターバック秋山、バックスクリーンに当たった、ボールは生きている、ランナーは帰ってくる、ホームに帰ってくる、欲しかった1点は西武ライオンズ、鈴木健のバットです。東尾監督の期待に応える2人、先ほどは垣内、そして今度は鈴木健、打たれたのは工藤です。この1点は本当に大きな1点ですね。そうですね、大下さん、ツーアウトからですから、はい、しかもああいう厳しい状況から田辺がチャンスを作ってすかさず鈴木健ですから、そしてゲームが本当に分からなくなってきますね。分からなくなりましたね、はい、今なんかでもあと本当に30センチでそうでしたね、これでゲーム分からなくなりましたよね、はい、去年からフェンスが 1.2 メートル高くなりました、まあ、そのフェンスがなかったら入ってた感じですからね、今のはね。さあ、そして先ほどホームランを放っている垣内。松井さん、はい、先ほどのホームラン談話なんですけどね、はい、クリアした。インコースのストレートということですね、はい、詰まったんでどうかなと思ったんだけど入ってよかった、開幕で打ってて本当にホッとしているというコメントでしたね。表情はさすがに嬉しそうだったでしょうね。ポンポンと清原、そしてデストラーデを2球でアウト2つ取ったんですが、1点を取られ、垣内にはノーツーです。マウンド上の工藤、
っとストライクが入りません。ノースリー。松井さん、やはりね、はい、2回の呼吸地のホームランといいね、はい、この回ツーアウトからの、連打といいね、工藤らしいんですよこれが。工藤らしいんですかこれが、はい、大量点の時のやはりね、垣内に対してもストレートで勝負しに行った、はい、この回もやはりツアーとって安心して遊びを始めると、はい、こういう結果になるパターンが多いですね。まあ、一塁前出ることがありまして、最後は完全に歩かせました。ツーアウトランナーが二塁一塁。松井さん、はい、工藤投手ですが、はい、まあ、本人もですね、コントロールがちょっと甘くなってると、ストライクボールがはっきりしてるなっていうことは先ほどの回も言ってたんで、そのあたりちょっと首かしげてましたね。それはあの初回ではなくて途中から、あの先ほどもついさっきの話です。あ、北別府さんどうですか。うん、まあ最初に言いましたけども、はい、やはり点差っていうのがね、少しずつ工藤君の、集中力っていうのをやはり松島さん言ってましたけども、緊迫したゲームっていうのはいいピッチングするんですけども、はい、初回の7点ですから、はい、ちょっと集中力を変えてるんじゃないかと思いますけどもね。逆に質問を変えますと、3点差になりました、じゃあ緊張感が出てくる、そういうものなんですか。いや、もう一旦緩んでますんで、はい、今度は集中しようとすると逆に焦ってしまって結果が悪くなるんですよね。あ、ですからゲーム中っていうのは本当にピッチャーは気持ちを緩めちゃいけませんし、はい、一旦緩んだ集中力っていうのはなかなか元に戻りませんのでね、はい、伊藤が打った、これも痛烈な当たり、ランナーは帰ってくるか、帰ってくる、帰ってくる、鈴木健が帰ってくる、ホームイン、さらに1点が返しました、5対7、2点差。7点のビハインドがあったんですが、4回までに早くも2点差まで持ってきました。そしてちょっと待ってください、三塁の松永が何か、三塁塁審の中村に抗議していますね。ベースを踏んでないんじゃないですか。踏んでないからです。あ、鈴木健がベースを踏んでないんじゃないかと三塁コーチがなだめます。そして王監督か、王さんではないですね。王さんじゃないですね、失礼しました。太田コーチがいました。それが問題のベースはどうですか。いや、ベースはしっかり踏んでます。はい、この三塁の塁上で審判団とこういうふうにやり取りがあるわけですが、そしてマウンド上では村田ピッチングコーチ。なんかね、ピッチャー変えはしませんよね。変えませんよね。変えませんよ、はい、絶対変えませんよ、ね、はい、まあちょっと間を取ったんですね。そうですね。あ、ちょっと待ってください、他球場ですが、イチロー初打席は三振ですか。今日は他球場ではオリックス対ロッテ、そして近鉄対日本ハムという試合がそれぞれ試合開始午後2時で行われております。西武球場のみが午後1時と1時間他球場より早く始まっております。今日がパリーグのペナントレースの開幕日です。ツーアウトからの得点2点、なおもランナーが二塁一塁、2人のランナーが入れば同点。バッターボックスは辻です。黒井さん、実は辻選手ですね、はい、この10日間に野球の夢ばっかり見るんだけれど、2回工藤が出てきたよと。そうですか、こんなことは初めてだって辻選手も言ってました。やっぱり勝手の同僚というね、と対戦しなくちゃいけないという気持ちもあると思うんですよね。はい、当然イメージトレーニングは開幕に向けて選手もやると思うんですが、はい、夢にまでも出てきた工藤です。まあ、工藤は本当こういう状態だったら、まあ、5回投げれば御の字って感じじゃないですかね。どこで、ね、スイッチするかというのが、ね、一つのポイントになってきましたね。しくも王監督が昨日、またうちのチームは1対0という試合はできないから7対8とか8対9という試合になるんじゃないか、なんかそんな感じになりつつありますね。いや、本当にわからなくなりましたこれ。
高いバウンド、センターへ抜けていくか、セカンド飛びつきました、ホームへ投げる、帰ってくる、クロスプレーだ、セーフです。1点返した、1点差、辻もタイムリー。いやー、ライオンズ素晴らしい、お客さんも大喜び。しかし今はセカンドのコップもよく止めました、よく取りましたね、はい。それ以上にサードコーチャーの井原コーチが本当、はい、よく回しましたね、手をね、はい、あの決断というのがね、やはり西武のこれも戦力なんですよ、はい。そして竹内の素晴らしいスライディングね、はい、これがやはり総合的に西武というのはここがよくできてるんですね、はい。いや、これは黒井さんたちが作ったチームなんですけども、これは本当素晴らしい、本当いいスライディングですね、でしたね。打って素晴らしい、取って素晴らしい、手を回して素晴らしい、スライディングして素晴らしい、まさしくプロフェッショナルです。そして怖いバッターが続いていきます。バッターは佐々木、先ほどヒットを放ちました。7対0が、いやいや、どうして7対6、もうこうなったらあれですよね、ライオンズの方がもうリードしているような気になるんじゃないですかね。そうですね、今日は4月1日ということで、背番号1番の佐々木で111人の少年野球の選手が佐々木選手に招待されて、ご覧のように応援しています。少年野球の選手が見つめています。打席に立っている佐々木、ホームラン、佐々木選手頑張れ。佐々木選手が住んでいる国分寺市の少年野球の選手たちと聞いています。ミッチェルを追いますが、ブルペンに飛び込みました。ダイエー、ガイアはレフトからミッチェル、センター秋山、ライトがライマー、両翼が外国人選手、そして真ん中に佐々木がいます。あ、失礼、秋山がいます。東尾監督の表情を撮ってくださいよ。ちょっと東尾監督の表情、カメラさんお願いします。あー、穏やかな表情、いいですね。あ、ちょっと今伊藤選手とおどけてるシーンも見えます。ピッチャー交代ですね、今度は。あ、そしてピッチャー交代ですね。工藤が下がります。次のバッター、ピッチャーは高山がマウンドに上がります。昭和シェル史上最大の作戦、いよいよ。お待たせ。パラッとふっくらできるのは、パラッとふっくらできるのは、パラッとふっくらできるのは日刊さん。
日本ハム J リーグハットトリックシリーズ、おいっさいろいろカルシウム DHA そしてオリゴ糖入り、日本ハムの J リーグハットトリックシリーズ。中山くん、いらないもん捨てといてくんない？は？一粒噛んで考えた、すぐやりまーす、キリッと締まるすぐタイプ、クールとグリーンロッテから。200倍の絶対海まで走りたい。汗はただの水分ではない、勇気が溶けている。ウォーターチャージポカリスエット。ジャクソンが打って、ショートが、いやセカンドが使いました。ようやくライオンズの攻撃が終わりました。しかしこの回佐々木のツーベースヒットもありました。恐るべきライオンズ5点を奪って逆転に成功しています。